チャンネルインクルートの時間です。お仕事頑張りますか、みちかです。ふわふわしてますか、みさこです。どんどこしてますか、ちひろです。私は今仙台市高等台公園、どんどこ市、に来ています。はい、いやどうでした。楽しかった。楽しかった。今、AI どんどこ市の、アートインクルージョンファクトリーステージがまさに終わったばかり。はい、感動冷めやらぬ。カチョくんも来ました。ママも来ました。ちひろさんは来ませんでした。パピーちゃんと応援してます。応援だよパピー。本当にお家で応援してんのかな。そう、テレビ見てんじゃないの。あれ、あ散歩じゃないの。あ散歩ね、パピーの散歩。いやということでね、トシキちゃんもいたいた。楽しかったです。あしすけさんはいかがでした。楽しかったです。ということでね、このどんどこ市、ね、一生懸命練習してきましたが、なんともう来週再来週またステージがあるじゃないですか。6月7日。はい、何があるんですか。とっておき、とっておき音楽祭。今度はね、仙台から全国へと、派生していったというこのとっておきの音楽祭、これの今年のとっておきの音楽祭がある。そこで我々はなんと出演しますね。はい、どこで出演するか分かります。ここで本庁スクエアです。そう、ね、そこでまた、素晴らしいステージを繰り広げようではありませんか。 OK ですね。今からじゃあ販売の方に行ってみましょうか、ね、お仕事お仕事。着替えないと。うん、いやということで、にゃんこさんにもおいでいただいています。にゃんこさんは今片腕を骨折しています。にゃらーん、個展お疲れ様でしたね。にゃらばっぱです。いやーね、個展の準備のためにね、あまりに、たくさんの絵を描いたために腕を骨折してしまったと聞きましたが。にゃうんだな。あ、ちょっと転んで。でもね、それ多分ね、一生懸命絵を描いて疲れたんで転んだんじゃないですか。あるいはほら、免疫力が低下してたんじゃない。逆かな。ちょっとしたいたずらです。ちょっとしたいたずらがね、いたずらな、こういろんな妖精が ね、で、雲の上のね、いたずらがね、いろいろいるんですよね。ちょっとなんかうまくいかないようにしてやろうみたいなね。そうなんです。え、そういえば個展の方ものすごい赤マークがついてましたけど、ものすごい売れたんですか。12作品とイラスト3点売れました。すごいですね。ということでね、作家活動の方もますます順調なにゃんこさん、腕の方も早く直してほしいですね。はい、ありがとうございます。頑張ります。なんと6月の8日から今度長町でも何か展覧会があるとか。はい、にゃんこさんが今度はペンをカメラに持ち帰って写真展やると聞きました。はい、パチリパチリとやっております。ね、にゃんこさんの写真6点と、そしてまたにゃんこさんの後輩たち、ね、かわいい後輩たち、イクオさん、かすみさんの、イラスト、この3人展が、仙台市大学長町にある長町遊楽館ビスターリで、6月8日から6月30日まで展示されます。にゃんまるぞビスターリはどんなところでしょう。美味しいところです。そうですね、古民家を改装した、イタリアンレストラン、非常にですね、ランチなんかおすすめですね。そうですね、パスタランチ1000円。はい、それから魚と肉のランチプレート800円。はい、ね、コーヒーも100円でプラス飲めると。飲めます。なんと自家菜園で作ったというね、ヘルシーな、一つ一つ手作りの野菜です。ぜひね、ご賞味いただきたいですね。そうですね、それではどんどこ市会場からにゃんこさんとお送りしました。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。にゃらぱっぱー。